顕微鏡で確認できるほどの微細な穴はプリオンが感染した組織切片に見られる特徴である。これがスポンジ状の構造を作り出す。伝達性海面上脳症、または伝播性海面上脳症はプリオン病の別名。プリオン病は異常プリオンタンパクの増加による中枢神経疾患の総称である。代表的な疾患に人のヤコブ病、 羊のスクレーピー、牛の牛海面上の症などがある。この疾患の脳組織には海面状態が共通の特徴として見られる。光学顕微鏡で多数の泡の集まりのように見えるので海面上の名がある。プリオンは中枢神経系で細胞外凝集することで正常組織を破壊するアミロイド藩を形成し神経変性疾患を引き起こす。 この組織破壊は、スポンジ状の穴が現れるのが特徴であるが、これは、神経細胞中で起こる空方形成によるものである。その他では、性にか症や炎症反応欠如といった組織学的変化が現れる。プリオン病の潜伏期間は、一般的に非常に長く、一度症状が現れると、疾患は、急速に進行し、脳障害や死へつながる。 神経変性に関連する症候としては、不随意運動、認知症、運動失調、行動変化、人格変化などが現れる。プリオン病は1980年頃から定着した疾患概念であり、かつては始発ウイルス感染症と呼ばれていた。しかしながら、病理組織に感染症候、炎症所見がないのが特徴と認められていた。界面状態は、 先天性代謝異常症のグルタール酸欠症でも高度である。また、栄養失調その他の疾患でも起こり得る状態なので、伝達性海面上脳症に限るものではない。しかし、この特徴がその後の一連の伝達実験の成功、原因解明を導くきっかけとなった。異なる、種の異なる、症状、疾患が、実は、 同じ原因で、それは異常蛋白が原因だった。1959年、W.J. ハドローが、スクレーピーとクールーが、海面状態において類似することを発表し、1966年、ゲージ樹ジクがクールーをチンパンジーに伝達することに、成功した。同じ頃、神経難病を高等哺乳類に伝達する実験が、行われていたが、いずれも、不成功の中、 海面状態を共通項として、クロイツフェルト・ヤコブ病、家族性のゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー症候群、などの伝達が証明された。スクレーピーは18世紀から知られる羊の神経疾患で、ジェイク・クイールが1936年に脳の乳化物を動物に摂取して、疾患が伝達されることを確認した。その後、病原体が露化性であることから、 1954年にシガードソンが自発性ウイルスを提唱した。1959年にウィリアム・ハドローがスクレーピーとクールの海面状態が似ていることに気づき論文を発表。これを受け、ガイジュセックが1966年にチンパンジーへの伝達実験に成功し、自発性ウイルス説を主張した。また、 1959年にイゴール・クラゾがクロイツフェルト・ヤコブ病の一部の病形では来る同様の海面状態を示すことを指摘しギブズが1968年に CJD の伝達実験に成功したこの頃からウイルス説が前世となったが1974年日本では幾多が脂質代謝異常説を取るなど疑問を呈する研究者もあった 電子顕微鏡でウイルスを見出したとする報告もあったが再現性のある報告は続かず通常のウイルスとしては異例の性質が注目されるようになったスタンリー B プルシナーはスクレーピーの脳標本から原因物質単理を試みた遠心分離やその他の技術で植木良し、タンパク、ウイルス 細胞膜等を分離し、タンパク分割に感染性があることを証明し、1982年に感染性のタンパクという意味のプリオンを提唱した。その後の研究により、プリオンタンパクが立体構造を変化させて発病するというメカニズムで、古発例、遺伝例、伝達例を比較的シンプルに説明した。その功績により、 1997年にノーベル賞の医学、生理学賞を受賞した。ノーベル賞講演の中で、プルシナーは、プリオンがまだ仮説の段階であり、ウイルスの可能性は否定できないと述べている。しかし、その意味するウイルスは、通常のビリオンの形をとるウイルスのことではない。プリオンタンパクの分子量程度で、プリオンタンパクサンプル作成中に混入し得る。 小 RNA を想定している。植物に病気を起こすウイロイドは RNA の立体構造が宿主の RNA を乱すことで発病するという説がある。同様に核酸がプリオンタンパクに作用して立体異性を引き起こす可能性も否定できないと主張している。プルシナーの研究グループは97年以降も研究を重ね2005年 50塩基以上の拡散断片を除き、かつ感染力のあるプリオンタンパク分割を用意し、これに混入する25塩基程度の拡散断片は、宿主細胞由来のものであることを示し、化学処理の結果から考えると、拡散外上プリオンタンパクの原因である可能性は極めて低いとしている。まだ可能性は例ではないかもしれないが、 プリオンタンパク以外の不純物に原因を求めるのは、かなり難しくなっている。現在、プリオン病は感染症の一種と分類される。しかし、プリオン病の発病メカニズムは感染というよりも、代謝異常に近い。地発性ウイルスとしてのマシンウイルスの関与は1970年代に、確立するが、同じ頃、伝達性海面上の症の代謝異常説が、 提唱されている。幾多は、クロイツフェルト・ヤコブ病の病理組織に、脂質の異常を認め、1974年に、脂質代謝異常説を唱えた。1978年には、スロー、ウイルスという用語をやめ、伝達性海面上の症を提唱している。また、赤井は1984年の著書で、感染という従来の用語は、不適切で、 伝達と言うべきと強調している。コートラン、クマール、コリンズ、ロビンズ・パスオロジック・ベーシス・オブ・ディジーズ、フィラデルフィア、W.B. サンダース・カンパニー、ISBN0 から7216から 7335X ハットビレイ E、トランスミシブル・スパンジ・フォーム・エンセフィラ・パシーズ。イン・ヒューマンズ、アンヌ・レブ・マイクロビアル、53、283314、ドイ、 10.1146、アニューレブ、マイクロ、53.1、283、プミド、1054 7693、プリオンディジージス。US Centers for Disease Control、2007年5月13日、閲覧。死の病原体プリオン。ローズ、リチャード、1937、モモイ、ケンジ、1941、アミヤ、マコト。 1937桃井賢治1941網屋新かな1937創始者 ISBN4 から794208324、億録6億7634万4930、https コロンスラッシュスラッシュ ww.worldca.org t スラッシュ oclc スラッシュ676344930歯科慢性消耗性、疾患が用食品安全委員会。ありがとうございます。